皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、集客の迷子になっている方へ、原点に戻る考え方をお伝えします。というお話をしてみたいと思います。えー、先日ですね、ご相談を受けた方の事例を例にちょっと皆さんにね、お伝えしようかなと思ってるんですけれども、その方のテーマっていうのが、 お客様のお話ですね。その方のビジネスの品目を言っちゃうとちょっと特殊な感じなので汎用性がないので、ものとして具体的にお伝えはできないんですが、そのあるものを販売をしたいと。で、それがどういうふうになったら好まれるのかっていうのね、いろんな方に聞くと。で、聞けば聞くほど、誰に売ったらいいのかが、 分からなくなくっちゃう、まあ、これは商品サービス皆さんいろいろあると思うんですけれどもね売ったらいいか分からなくなっちゃって、えー、もう立ち止まっちゃって困ってますみたいな <laughs> こんな方だったんで、まあ、その方のまあ突破口というか後押しですかねそれをできるようなお話をしようかなと思いまして、えー、っとお話をしたケースを例にですね あのま集客の迷子になってしまっている方へということで、ま原点はね。何なのかっていう思考を整理する方法ですね。こちらを本日はお伝えしていきたいと思います。はい、では本題に入ります。えっ、ー、とまずですね。あの、集客の迷子になってしまっている方、原点に。じゃあどうやって戻るのか？ っていうね話なんですけど多分、まあ、山登りとかにその時ね私例えたんですけど例えると分かりやすいかなというふうに思ったんで、まあ、山登りに例えたんですね例えばえっ、ー、とまあどのターゲットどの人をまあ攻略しようかその方に来ていただくように発信をしていこうかって決めるっていうのは山登りでいうと まあ富士山とか八ヶ岳に行くのかとかまあうちの近所系でいうと高尾山とかですねそういうローカルな山もありますけれども当然その山の高さとか難易度とかによってまあ装備が変わるわるけじゃないですかだからまず山を決めないといけないわけですよ。 であなた自身がその山がですねまあ富士山がいいっていう理由があなたにとっての理由があると思うんですけれどもねそれが日本一の山だからっていうことなのかもしれないし他の山は登り尽くしたからいよいよ最後はそこだとかいうことなのかもしれないしまあ,あのミーハーな感覚で、えー、富士山という山に登ったことがないから 行ってみたいからとかっていう理由をつけるのかもしれないですけれどもあの私は行ってないんですよ登山の,さ天あの頂上まではなぜかっていうと最後の方の,あの上のところに行くとき結構角度も当然ですけど急になりしかもあの気温もかなり天候変わり ね、あの装備がそれなりに準備いるし山小屋とかに一泊してからみたいな話とかも聞いているのでいやそこまでして長々行きたくないんだよなっていう私の山へのモチベーションなんですよでも山が大好きな人って結局そこを選んでいくわけじゃないですかだからあのどの山にするかっていうのは最低限決めないといけないんですけれども、まあ、この時に 自分がその山に対してどれぐらいモチベーションがかけられるのかとか、あと準備かけられるのかとか、あとお金かけられるかでもありますよね。装備するとかいう形になったり、山小屋に宿泊してとかね、あと案内人がいないと危険とかっていうんだったら案内に雇わないといけないじゃないですか。まあ、富士山、まあまあ、まあ、それでも私はやっぱ頂上はかないですけどね。<laughs> で、そうすると、じゃあすごく難易度が低い、 ね、高尾山とかかって、ね、あるじゃないですかだとしてもそもそももともと山登りが苦手なタイプなので、まあ、その目的が頂上を見たいっていう目的だけだったらえ頂上いけるのかなロープウェイがあるっていうのは知ってるのでロープウェイにいいじゃないかっていうその登ることをこう克服する喜びとかに喜びを感じない人にとっては景色が素敵なのを見れればいいという感じだとロープウェイで。 登っっちゃううううよよていうそういそうことになるんですよねだからあの手段もバリエーションがすごく多くって山になぜ登るのかっていう動機もあって <laughs> さらにそこにどれだけの時間とお金かけられるのかっていうのも人それぞれまちまちなんですよね。 だからあの皆さんの意見聞くっていうのはもちろん最初どこの山にしようかなっていうのを決めてるのとほぼ等しくって誰に自分の商品を売っていこうかなっていうのを決める時には山を定めるのにほぼ等しい感じなんですよ。 だからあの、どの山にでも登れるような装備をしましたっていうと、まあ、確かにいいかもしれないですけどもしかしたら、ね、高尾山とかもっと低い山とかあるじゃないですかそ,それなのにめちゃくちゃ登山の格好となんかすごい道具を装備してリュック背負って何ならあの寝袋も持ってとかいうのってえそれオーバースペックですよねっていう話になっちゃったりするわけじゃないですか。 でそ,そんなことはやらないかもしれないですけど、富士山の山頂目指すって言ってるのに、こんなパーティードレスでヒール履いてとかありえないじゃないですか。だから、その山に対して、まあ、ちょうどいい準備とかやり方っていうのが当然出てきてしまうから、まあ、最低でも山イコール誰にその商品をう売っていったらいいのかっていう、これは 最低でも定めないといけないんですよ。で、皆さんがよく勘違いしているのが、山も決まってない、だけどみんなが言うからって、なんかこの装備が山だからこの装備がいいんじゃないのって言われる。イコールそれはツールとかですね、こういうツールを持って知ってた方がいいんじゃないかとか。って言われて、次から次へとスキルマスターするんですよ。で、なんだかわかんないけど、発信もやれって言うからやるんですよ。だけど山が決まってない限りは、 その届けたい人には間違いなく届きにくい状態になっちゃうので全部をごちゃごちゃにして迷っちゃいましたっていうことにはしないということです原点に帰れば山決めるっていうのがまず先なんででこの決め方は要は自分のスキルに合わせて決めていいということですよ富士山がいいのか高尾山がいいのかとか で、さらに言うと、さっき言ったように、どれだけお金かけられるのかとか、どれぐらい待てるのか。例えばもう、あのー、貯金がね、切り崩しながら会社員でやっているんだけれども、それがもう底をついてしまいそうになる時に、長期的な計画でとか、資金潤沢に用意してやんなきゃいけないような集客プランって無理じゃないですか。あのー、 まずは、日銭を稼いで生きていかなくてはならないっていうようなあのやり方になっちゃうんですよね。だから、その方たちに、方々に置かれている環境によって、全然やり方が変わってしまうんですよね。最低でも山は決めるで、その山の決め方なんですけれどもあの、基本は好きでいいんですよ。だって山登れないなと思ったら、やめて違う山に帰ればいいだけのことだからです。 でこの山をどうしようかなって言って、すっごい調べて、すっごいいろんなパンフレットを見たりとか、ネットで検索して、どうしようどうしようって言って、動かないよりは、じゃあ例えば富士山登ってみようって決めるとするじゃないですか。あ、どうやら5合目までは車で行けるんだとかがね、わかれば行く。そっから先は、どうだみたいな感じになって、ちょっと登ってみたい,いや、これなかなか大変だぞ、引き返すみたいなね。<laughs> <laughs> そうそういう感じはネット集客でも同じようなことはありえて準備はもちろんね万端にした方がいいんですけどそれでも自分の体力と天候とあれ思ってたより山高いぞってなったらやめるっていう選択肢もあるんですよねだからいつまでもぐるぐる迷ってることの方が時間がもったいないのでとりあえずどれでもいいからあのなんか 木がいっぱい多そうだからこの山にしようとかそん,なそんなノリでも構わないのでまずポイント1個定めるここにしてみようっていう下準備はね調べますけどでその時は好きでいいですっていうことですこの,この集団好きこういうタイプの人好きとかねそのレベルで決めちゃってもいいです最初は。 でただ自分がその絵を好きでもですね相手が自分のサービスとか自分の商品好きになってくれるかどうかなんてわかんないじゃないですかでその接点は最低でも見つけないといけないわけですよね。例ええばそのの時にに何を基準に考えるのかっていうと自分の思う、うん、ビジネスの方向性とその方がなりたい姿の未来 がすごくリンクするような相手だとうまくいきやすいですよね例えばそうですね私はあの普通にねゲイコンサルの方をやってるんですけれども自分のスキルが上がっていきます長年やればんと当然あの最初の駆け出しの1年目の私と今 10, 10年 以上立っている私がアドバイス内容って相手によってとか内容によって当然変わってしまいますよねそれだけのスキルいっぱい勉強してきてますから今でもし続けてるっていう状態ですからそうすると例えばあの初心者の方01の方ももちろん教えることはできるんですけれどもえー、っと私が知りすぎてしまっているがゆえに えー、分からないことが分かりにくくなっちゃってる可能性があるんですよ。だとするともしかして、あのー、5年ぐらいやってるような方3年ぐらいやってるちょっと先ぐらいの方がゼロの人を教えるのが実はバランスでいい可能性もあるんですよ。たまにないですかあのめちゃくちゃ有名な人ですごい、あのー、できちゃう方の,あの有料の 有料はお金もかかるという意味と良いという意味との両方なんですけど有料のセミナーとか行ったら出てくる数字が例えば10億とか100億の企業の話をされても個人事業主がそれを聞いた時にあの変換するのが大変なんですよねいやそんなにスタッフいないしとかだからあのスペックが違いすぎるとそもそも参考にならないケースが多いんですよ。 だから多分参考になるのであれば少し先を行ってて自分がその人のように追いかければ、うん、未来が同じようにできるかもぐらいに想像させるぐらいの人がいい場合があります。だから私の場合にはあの今,今はですよどちらかっていうと新規の方もう受けなくはないけどやっぱある程度あの年数やって試行錯誤しながら頑張って、えー、3年ぐらいとかね で、その状態でもう一段上に行きたい時には、授業整理をしたり、えー、設計の組み直しをしたりをしないといけないんですよ。で、それは自分が3回ぐらいやってきてるんですよ。あの、だいたい3年に1遍ぐらいやってるんですけれども、大きく変化をする。で、その時ってね、一人でなかなか考えられないんですよ。方向性が自分の頭の領域を得な,出ないからです。 そういう時にはやっぱコンサルとかが必要になって知恵を借りる。その方がいっぱい見てきた事例のストックを借りて事業構築をするっていうことをするので、あの、私が今主に得意領域で扱っているのが、あの、少しビジネスをね、自分でやってみて、もう一段上に行きたい時に事業整理とリブランディングしたい人っていう方が、あの、私と相性がいい感じ。 のイメージなんですよねだからその人に定めると当然それに合わせた発信をしていくようになりますよね。講座の内容もそれに合わせた講座を作っていいくじゃないですかそう,そうすると今度どういうことが起こるかっていうと全方向ってやってればもしかしたら初心者の人も見たりとか、えー、ベテランの人も見てたかもしれないですけれども私の 講座じゃないよねっていうぼんやりした印象になっちゃうんですよ。全方位取りに行っちゃうと。だから、もしかしてそういう発信をすると、初心者の人は、あ、私なんかちょっと合わないかもって言ったら、その商品を見ない。だけれども、まさに私の商品だって感じてくれる人、要はちょっと中堅どころの方は反応する可能性が、より濃く反応する可能性が高いんですよね。だから、 そこにターゲットを絞るっていう、山を決めるっていうことですね。でその時には私そういう人を自分も教えたいタイプなんですよ。原点に戻ると。なんでならば自分が会社員出身で、で、えー転、転業というか独立自営で立ち上げて、教室からスタートしてるんですけれども、その経験があるがゆえに、 まあ、例えばあの会社員でやっていた時にある程度パソコンが使えているという優位点があった状態で参入してるから、えー、スマホしか使ったことはありませんもうアプリとか無理とかっていうタイプの人とスタートがそもそも違うんですよねだからあのそういう会社員経験をやっている人に教えると言語がそのベースができちゃってる状態でお話をしていくから提出物も早いし 言ってることがスッとつながるから分かりやすいんですよお互いにねだからそのあたりがきっと相性いいんだろうなっていうふうに私は思っているのでそうするとそこをターゲットに絞るとかっていう感じになっていきますもちろん教室業の先生とかも10年とかねこの荒波で生き残ってるんであればそれはやっぱり素晴らしいスキルでいろいろ学んできてるんだと思うんですよ で、その先、さらに行くときには、ちょっとやっぱりね、授業整理しなきゃいけないケースが多いんです。断捨離。<laughs> で、それを手伝うのが私は向いているということなんですね。自分の資質と性質と、自分が過去から今に至るところに、どういう思いを持って、その仕事をやってきたのかと、共感できるタイプの人の方が、当然相性がいいわけですよ。だから、 あの山を決めるその人との接点を探すっていうところは自分の過去からの経歴とやりたい方向に向かっているものとその人が手に入れることができる未来が合致すればそのピンポイントでねまず決まるじゃないですかもうだからもう一番単純なそこなんですよ集客の迷子になる人って大概そこが軸がブレブレになるから何をしたらいいのかツールこれだ 今度はこのツールが出たら覚えなくちゃってやって全部成果が出ないっていうことになっちゃうのでその人を決めたとしたらその人が主に見るツール媒体あとは扱うもの露出するならその人が見る場所に露出しないと見てもらえないんですよねだここも結構ポイントになってくると思いますはいだからあのー、基本的に 迷子になる人は軸がぶれていると思ってください。軸がぶれているイコール、えー、伝えたい人、人間像がぶれていると思ってください。この人間像は決まったんだけど、えー、具体的じゃないとぶれてるのにほぼ等しいです。例えば40代、ダイエットしたい女性。えっていう感じなんですよ。ダイエットはそうなんですけど、何のためにダイエットしたいのか、 健康なのか、体力維持なのか、スリム、サイズダウンなのかい、いろいろ望み違うんですよ。で、さらにその望みの見えている事象じゃなくて、その先です。結構大事なのか。まあ、ライフスタイルに関わってくるところなんですけど、例えば私、ダイエットとか、まあ、サイズダウンとかっていうのも、 心がけていたりとかちょっと太ると戻すっていうのをねやってるんですけれどもあの見た目まあもちろんあの痩せてるように見えていると思うんですけれどもそれが例えば皆さんが思う健康的な体重とかいうそういうことではなくて私の場合にはステージ映えする衣装を着た時に綺麗かどうかっていう基準で痩せたいんですよ。うん、それはサックスをプレイ,プレイする時に もちろん体力維持をしないといけないから激ドレス素敵なねそういう舞台用ドレスステージ用ドレスって素敵なのも多いじゃないですか露出度高いのも多いしでそれを難なくあ今回のライブのテーマはこれだこれ着たいって選んだら好きなように選べる体型でいたいという自分の目的がありそれが最終目的なんですよ。 だからダイエットするっていう、この後ろの目的までちゃんと見えてますかっていうことなんですよ。だから私が見ている今、その中堅層の方も、もちろん稼ぎたいっていう大きな目標は一緒なんですよ。じゃあ何のために稼ぎたいのかというその動機に合わせて組み立てが変わっちゃうんですようん。子供のために、学費のためにとかね。自分が海外留学したいからとか。 まあちょっと物騒な話になりますけど離婚したいから稼ぎたいとかい,やいろいろ動機あるんですよそれによってどれぐらいの期間頑張れてどれぐらいの金額欲しくってその人に何を与えれば一番成果が出るかっていうのを考えなきゃいけないのである程度人間像は固まってる方がよくって成果の方向性も似ているような人を集団で教える時には似ている人の方が楽なんですよ。 うん、だからサービスも提供するときに似ている人の集団を集めておけるような状態を作ってそこに対してサービスを見せると当然制約率も高いしあまり文句も言われず買ってもらえるしいいことだらけなんですだからまず集客の迷子になっている時点でその域に行けないんですよ <laughs> だからまず山を定めるところからしたらいいのではないかというふうに思っております はい。じゃあ今日のまとめをしていきます。集客の迷子になっている、なってしまっている方へ、原点に戻る考え方をお伝えします。原点に戻るためには一つ。まず山イコール人間像。誰に何を売りたいかを決めるというのが一つ目。二つ目は、その山と自分の共通点。山、人間像と自分の共通点で共感してもらえるポイントとゴールが同じ方向を向いているか。 っていうことを考えるっていうのが必要になってきます。はい。なので、これが定まらないと集客以前の問題になってしまうので、まずそこをね、整理していくっていうのを心がけてみていただければと思います。それでは。